皆さんこんにちは、盆栽推奨園の松江です。今回の動画では、クロマツの切り込みの、動画をしたいと思います。また、国風店ですね、私に、声をかけてくださった皆様、関東の方のから、お越しの方や全国からお越しの皆様、数多くの方に声をかけていただいたこと、ありがとうございます。励みになります。またそういう中でですね、ちょっとクロマツの動画、ちょっと切り込みとかそういったことがわからないんで、ちょっとそういうふうな動画も作ってくださいというふうな方もおられましたので、今回、そういうふうな動画を、アップさせていただきます。それでは始めていきたいと思います。よろしくお願いします。今回、使用する道具は、こういうふうな剪定バサミ、それと、こういうマタイダキですね。それと、葉っぱを取るときの2セット。この3つを使用します。これはクロマツの模様木なんですけれども、そのクロマツの模様木の、枝です。で、こういうふうにこう枝がありますよね。で、こう枝があるんですけど、これが、裏側の一番、下の方の枝になるんですけどね。で、この枝があって、で、上の方にもこういうふうにこの枝ですね。この枝がありますよね。で、この枝があるんですけど、通常枝棚っていう、こう枝の輪郭っていうのはね、この、一番こっち側の枝なんかもそうですけど、針金をかけてこういうふうにぐっとこう下がった時には枝がこういうふうにこう R を持って先端の方に行けば行くほどこういうふうにスッとこう何て言うんでしょうね、ちょっとこう流線形みたいな形でちょっとこう先端の方は鋭くなってて。内側の方の奥へ行くほどちょっとこうボリュームがこう出てくる R っていうのがこうできるんです。で、この R を結局作っていかないといけないんですけども、この状況を見ましたら下の枝っていうのはこれなんですよね。で、上の方の枝これですね。で、どっちが枝が長いかっていうとこっちの方が長いんですよ。だから上の方がなんかボコンと飛び出たような感じになってますよね。で、こういったところを結局針金で伏せたときに一番下の枝は一番長く、で、次に2番目の枝っていうのはやっぱりこの一番下の枝よりも短くなっているとこういう R ができるんですね。こういう R が。でもこれだと今だともう真四角みたいな感じの R になっちゃってますので、ここがボコッと飛び出ちゃうんですからね。ですから針金かけるときなんかでもやっぱりうまくまとまりませんから、ですからやっぱりその切り込みのときにやっぱりこの R を作るために、枝がこうあって、で、この枝があって、今度中の方の枝がこういうふうにこう重なるというふうな状況ですね。で、これが、今こういうふうな感じになっているんですね。それを切り込んで、こういうふうにこう短くということですね。これを、やっていきたいということです。はい、ちょっと今から切り込んでみますので、ちょっとその、どういうふうに切り込んでいくかっていうのをちょっとまた別アングルでちょっと。はい、それでは、今から切っていきたいと思います。ちょっとね、見えにくいかもしれませんから、ちょっとアシスタントさん、この枝をちょっとぐーっとこう持っていてもらえますか。で、これですよね。この一番下の枝っていうのはこの枝とこの枝ですね。これが一番下の枝に来て上に重なってくる枝っていうのが結局この枝とかからこの枝になってるんですけど、これが明らかに下の枝よりも大きいんです。ですからこの枝をいかに小さく持っていってこの枝の上に乗っかっていくかということが大事なんですね。ではちょっと切っていきますね。で、これを切るときに例えば、僕の場合だったら、この枝っていうのはもうだいぶ中に追い込まないといけないっていうのが分かりますよね。今のこの状態だとね、もう長くなってますから。ですからこの枝だったら中の方に懐芽がないかなっていう方を探すんです。で、懐芽があるところに、ここに懐芽あります。で、この懐芽を残して、こういったところ、こういう長く伸びているところ、長く伸びているところのこういう枝を、こう外す。こっちを、ね。で、切って、今度は、この枝と、この枝。どっちが短いかなというふうに思う。これ、見えますかね。この枝と、この枝だったら、どっちが短いかなという。そうすると、これとこれだったらもうほぼほぼ同じ距離だなっていうふうな感じに思うんですけど、こっち側には懐芽がない。でも、こっち側の、
この面には懐面があるんですよ、ここに。でこういうふうになってた場合、まあ、どういうふうにするかというと、上の方を外してしまって、でこっち側の懐面をもうちょっと成長させるとかね。からもうちょっと成長すれば、まあ、ここまで立て替えて、もうちょっと追い込んでもいいんですけど、今のところちょっと弱すぎるんでどうかなっていうふうな感じで、まあ、とりあえず残すみたいですね。で、このこっち側の今度横の方のこの枝なんですけど、でこの辺の枝なんかも中の方で一番中の方の小さな懐目があるところに追い込んでいきます。その時にちょっとこうコブになっているようなところとか、そういったところがあったらもう、こういう感じですかね。でこうやってこう切り込んで、で置いて、でこうやって見るとまだ言ったらこうちょっとこう長いですよ、ね。で長いですから、まあ、この場合だったら、まあ、僕の場合だったらもうこのところ目のこの1本のこのところ目、もうここまでなんとか追い込めないかなっていうふうなぐらいにこう思うわけですよ。でこれがちょっと長いんで、これをこれとこれ2つっていう感じにします。でそうすると、まあ、おそらくこの辺とか、この辺あたりぐらいからね、まだ枝がこう若いでしょ。こういったところから動引するんですよね。枝数的にはおそらく10分の1近くになっていると思うんですよね。だから、そういうふうな感じでこう追い込んでいくということですね。で、当然、この下の方の枝も同じようにこう切っていかなきゃいけないんですけども、この下の方の枝ってこう、それ写真でちょっと、まあ、写真っていうのがカメラでちょっと見えますかね、この枝。見えますか。そしたらこの枝、ちょっと今から切り込んでいきますから、まあ、どういう感じで目数を減らすかっていうのを見ておきますね。中の方にある、ね、目で、ちょっと小さな目っていうのは基本的にあんまり必要ないので切ります。それと、この枝が少しこう上の方から出てて、一番下の枝がこれとこれっていう感じ。枝が1本ずっとこう来て、ここから三つ股に分かれてるんですよね。で本来、まあ、枝っていうのは二股に分かれるのが一番理想なん でこの場合だったらじゃあどういうふうな感じになるかって言いますと、この先端のところからね、これ上の方にこうカバーしてくるような枝が出てるんですけど、こういう枝っていうのは基本的にあんま必要ないんですよね。だから、まあ、極端な話、こういうふうな先端の方のところから立体感が出てるようなこういうふうな枝って切ってしまう。でこの枝とこの枝が一番下の方をカバーしてくる枝ということになりますよね。でこの枝なんかでもここの枝とここの枝っていうような感じで分かれてますけど、ここが 枝と枝がもう密集してますから、ちょっとこう間引きます。で、こっち側のこの枝がこれが二股に分かれて、でここも二股に分かれてっていう。で、まあ、ここに、まあ、懐の枝が1本出てますけど、まあ、この枝が結局針金がかかってくることによって、まあ、こういうふうに上の方にこうやってこうかぶってくるんですね。こういう感じでね。でそうするとこういうふうなところの懐の枝っていうのは、まあ、本来ね、もうあんまり必要ないのかもしれませんけど、まあ将来的にね、まあ、この枝がもしか中に途中胴目が吹かなくてっていう感じになって、それでもまたずるずるずる長くなってしまったら、この枝を切ってしまってこういったところの枝がある程度増えたら、そういったところでまたカバーするっていうような場合もありますから、まあ一つぐらいはこういうふうな面を残しておいてもいいかなっていう感じに今は判断しています。それではちょっと次の隣の枝行ってみましょうかね。で次にこの枝がこう来て、まあこれがまあ一番下の枝になっているんですけど、パッと見ていただいたら枝のこういうふうにぐーっとこう来て、こちら側は枝がクッククッとこういうふうにこう節間が短いですよね。でこっち側ずるっと長いでしょ。でこのずるっと長いところっていうのは、まあ言ったら1年間で伸びてる量っていうのがこれだけの間やっぱり長いっていうことは、勢い的にはこの枝の方が強い枝なんですよね。で上の方にこうなってますでしょ。
ますから、こういうふうな枝っていうのはもう勢いが強くなってしまいますから、こういう枝を僕の場合はこうやって切って、でここなんかでも1、2とあって、先端がこっちにこうまた出てるんですけど、この枝もね、僕の場合はこうやって切っちゃいます。こうやって切る。でそうすると1、2と分かれますね。でこれが今度下の、今度今、ちょっとこう隣切りましたけど、この枝と針金かけていたときどういうふうになっていくか、こうなってくるんですよ。でこうなってきて、今度この枝が上にこうかぶってくるんですけど、この枝もまた長いでしょ、これがね。これが長すぎるんですよね。だからこの枝ももうできるだけ短く、もう将来的に中の懐芽が出るように、この枝パッと見たらこの枝が一番短いって分かりますか？ちょっとこう皆さん分かりますか？この枝が一番、この枝が一番短い。でこれが長くずるっと長く伸びてるんですよね。だからこれをこういうふうに切る。でここもずるっとこう間延びしたような感じになってるんですけど、これをまあ今度針金を少し使ってこう持っていって、こう持っていって、っていう感じにして、少しでもこうちょっとこう距離を、ね、稼ぎながら短めに持っていくということですね。でこういうふうにこの下枝があって、で上の方にこういうふうにこう枝がこう出て、まあ、上の方からこう枝がかぶってきて、というふうな感じになります。だからもうちょっと今度また中の懐芽が出たら、もう一段追い込みたいですよね。うん、そういうふうになれば、今度またさらにもうあの目数もね、うん、まあ、目数っていうのはこの綺麗なこの R っていうのが出ると思います。それじゃあ今度隣に行ってみましょう。この隣の方は今度はこれは上の枝ですよね。でこの上の枝なんですけど、この上の枝でもこの輪郭から行って、こういうふうにこうかぶってくると、ほぼほぼこの下と上が同じ距離でしょう。ですからこれも結局中の方の目に追い込んでいかないといけないんですよね。もうこの場合なんかでも中の方のところ目で一番まあ短そうな感じのところっていうのを残しながら切っていきます。こういう感じになるんですけど、これパッと見たらこっち側の枝は結構短くなってるんですけど、こっち側長いですよね。だからもうこういったところはこっち側の枝を切っちゃうと。でそうすればだいぶ中に入りましたでしょ、これでね。で今度はこの下、こっち側の枝ね、この枝もこれは一番下の枝を構成する枝なんですけど、なんかこう丸くなってますよね、輪郭がね。ちょっと扇形になるような感じはなしに丸くなってますけど、これも針金をかけていく段階で結局一番下の枝を構成する枝ですから、この一番下の枝じゃなくてこの次に上の方にかぶってくる枝っていうこの枝ですよね。だからこの枝っていうのはあくまで一番下の枝をこのように構成する枝で、その上から来る枝っていうのは今度こういうふうな感じでかぶってくるんですよね。だからこういうふうな感じでかぶってくる枝なんで、今これが同じようにこういうふうになって、これをこう持ってくるんですね。そのために結局一番下の方でこう広げていく、針金かけて広げていったイメージをこう持っていただいて、広げていったイメージを持つと、もう何て言うんでしょうね、枝が明らかにちょっと多すぎるの分かりますよね。ですからこれをね、もう間延びしてるっていう、長くなっているところっていうのをこう外していきます。これは上の方からかぶってくるような感じの枝になってるんですけど、もうこれは上の方からこの枝がカバーしてくる必要ないんですよね。だからこれ今切りましたけど、今まあ6つぐらいしか枝ないですけどね、こういうふうにこうなるんですね。でこの枝にこの上の枝が針金かけてきて、こういうふうにこうかぶるということですね。分かりますか？これをずっと連続で
ずっと繰り返していくということです。まあ、できるだけ間延びした枝を中のところの小さな芽を見つけて切り込んでいくと。で、イメージするのは一番下の枝は扇状に平たくなっていて、で、その上にかぶってくる枝っていうのが結局その枝で結局そのボリュームを出すんではなくて、一番下の枝を構成しておいてから、その上の方にかぶってくる枝っていうのをちゃんと意識して、その枝はその一番下の枝よりも短い枝で構成していくっていうふうにすると、横から見た時に綺麗なアールが出ます。あの国風盆栽展とかああいったところの展示なんか見ていただくと、全部あの枝棚ってこう綺麗なアールが出てますでしょ。で、あのアールが出てるからボリュームもあるし、その古木感っていうのが出るんですよね。だからそういうアールっていうのをきっちり意識しながら、まあ、あの剪定しているということですね。これが結構割とね、あのできてる方とできてない方っていうのが非常にあって、針金かけ終わりましたよって言うんですけど、全くそういったことを意識されないで針金かけられたものっていうのは、すごくあの見た目があんまりね、なんかあの綺麗にまとまらないですし、針金かけててもちょっと嫌気がさしてくるかもしれませんね。だから、まあ、そういったところはやっぱりこう意識して、やっぱりやっていくっていうふうな感じにしていかれたと思いますね。はい、今回は、黒松の、切り込みの説明をさせていただきました。またあの、ね、もう少しあの分かりやすい動画をまた、おいおいまた作っていきますが、今回は、まあ、模様着の枝の、まあ、切り込み方ですね。それを、まあ、説明させていただきました。まあ、基本的には半径外であろうと分人であろうと、まあ、あの枝の追い込みっていうのは中の懐芽っていうのを、まあ、意識しながら切っていくんですけども、その一つ一つの枝棚の R っていうのを意識して、一番下の枝はこの枝が構成して、その上にかぶってくる枝っていうのはその枝よりも短い枝っていうふうな、それを意識して作っていただくということですね。はい、以上になります。